8月13日火曜日、ふわふわでございます。こんばんは。皆さんこんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。いやー、本当にね、これ前置きっていうのはね、めちゃくちゃ難しくてですね、テイク5ぐらいでございます、これ。前置きだけでね、すっごい悩んでるんですけども、未だに挨拶が固定されていないのは、まあ、この動画でも、ラジオでも、普通の動画でも、そうなんですが、まあ、今回はですね、先ほどスペースをね、ツイッターで行いまして、質問をいただきましたので、そちらの方をお答えしていきたいと思います。はい、ツイッターの方もね、ぜひ募集しておりますので、ツイッターのフォローをぜひお待ちしております。はい、今回のですね、質問は、まあ、できるモノマネのレパートリーを教えてください。という質問をね、先ほどいただきましたので、今回ね、3つね、できそうなものをご用意いたしましたので、まあ、やりながらね、今日は皆さんお伝えしていければなと思います。はい、まず1つ目はですね、私の代名詞とも言える、空振り三振の、まあ、楽天の主催試合を主に実況している、中田さんですね、実は。中田さん、中田だと思うんですけど、中田さん。はい。という名前です。はい。楽天の実況してる人ですね。言うならば。の、まあ、空振り三振だとか、フラフラっと上がったあたりだとかね。下がるライトーとかね。私の、相当お箱の、一番得意かもしれませんね。それも。のモノマネなんですけども。じゃあ、せっかくだしね、この、なんでモノマネをしようと思ったかっていう経緯もね、軽く話すんですけど、僕は昔から楽天戦ばっか見てて、DeNA 戦を、まあ見てるっていうのは、まあ意外と最近なんですよね。まあ昔結構並行して見てたっていう感じで、まあ親の影響とかで結構チャンネル権がね、楽天とかっていうのも多かったんで、その時やっぱ幼少期の記憶っていうか、まあ当時小学生ぐらいだったんですけど、結構特徴的な実況だったんだよね。もうなんか、癖になって覚えたというか、自然に喋りがこう、わかるんですよね。なんで得意になったっていう感じで、今それ、パープルでやってみたらめちゃくちゃ受けたっていう感じでございます。はい、二つ目のね、モノマネは、これまた楽天関連なんですけれども、まあ宮城に住んでるっていうのもあってね、楽天モバイルパーク宮城の、まあ、スタジアム DJ っていうのかな、男の声の方です。はい、その声がね、結構得意です。まあ、言うならば、楽天イーグルス選手、楽天イーグルスピッチャーの交代をお知らせします。孫チャーホに変わりまして、背番号14、乗本高弘。そう、まあちょっと恥ずかしいですけども、まあ楽天のこの人もね、やっぱり球場いっぱい行ってるうちにね、覚えましたね。そう、このものもね、本当にちっちゃい頃からやってて、声が低くなってきてね、なんかちょうどいい感じになったんですよね。これも結構自分の中では自信のあるモノマネでね。まあ、辰巳涼介とか、もぎーえごろとかね、おごーゆうや。結構ね、風呂の中でもやっちゃうぐらい得意ですね。はい、じゃあ最後で、ね、行きたいと思います。最後は、またちょっと似てるんですけど、今度は横浜スタジアム、横浜 DeNA ベイスターズの、まあ、DJ というかまた男の声の人で、これ結構レパートリーがあってですね、まず2019年、バディフォーツ、Right Women No.8 カズキカミザト、これが2019で、2020が、バティストラド、Right Women No.44 ケイタサーノー、そこが2020年で、で2022年がね、さっきやって怪しかったんですけど、バターは、9番今永に変わりまして、No.23! タイラー・オースティン、そこから2022で、で、今の2023、2024、山田美希太さんのが、DeNA ベイスターズ、先発ピッチャー、背番号96、トレバー・バウアー。ちょ、これはね、まあ練習してるんで、全然似てないんですけど、まあ DeNA のは結構ね、たくさんレパートリーがあるっていう感じで、まあこれは普通に球場行ってたり、なんか、動画とか見てたら覚えましたね。すいません。めちゃくちゃ恥ずかしい感じになっちゃったんですけども。まあ、これはね。はい、そんな感じでね。続いての動画はまた更新しております。一つのご視聴ありがとうございました。はい、ツイッターも皆さんからのお答え。あ、そう。皆様からのね、お便り募集しておりますので、コメントの方お待ちしております。それでは今日のひと言です。まずはですね、モノマネっていうのはね、やっぱ人を笑顔にする力があると思うんで、これからもたくさん覚えてね、皆様に披露していければなと思います。それでは今日はここまでです。また明日。バイバイ。